初だ。あれ、あいつまさか。やっぱり間違いねえぞ。おい、ちょっと止まれ。お前が人類史上最も変態な男か。殴られたら嬉しくてしょんべん漏らしちゃうほどのゴマゾ男くんかって聞いてんだよ。なんとか言えよ。ザ変態みたいな顔しやがって。そういえばこいつ、いじめないと喜ばないって。ああ、お手紙拝見といこうか。小島先生、こんなとこで何やってんすか？でもこいつ喜んでるようには見えねえけどな。いや、心の中では喜んでる。お前らの目的は何だ？ああ、俺らと同じ学校のやつがお前のこと探しててな。見た目陰キャの花山って言うんだけど、お前知り合いなのか？あいつがお前のこと人類史上最も変態な。てめえ、急に何すんだよ。上等じゃねえ。てめえがその気ならやってやるよ。ああ、後から後悔しても知らねえからな。あの男は悪魔だよ。お前たちが寮にひどい扱いを受けてたのは分かった。でも寮はなんで人質を取ってまでお前らを奴隷にしたんだ？俺らも最初はそれが分からなかった。でもすぐに答えは出た。お前ら、これについて調べろ。何ですかこれ？何かなんて気にするな。そのリストに載ってる全ての事柄を
事細かく調べろって言ってんだよ。まあお前なら多少コネはあんだろ。つまりあいつは俺らにそれらを調べさせることが目的だったんだ。その調べさせたものって何だったんだ。たくさんありすぎて正直関連性は分からなかった。普通に生活してたら名前も知らないような人物や事件ばかりだった。なんでそんなものを凌が。一つ確実なことはあいつが普通の高校生じゃねえってことだ。なんだよそれ。それに俺たちは今回の暴力事件もまず間違いなくあいつが犯人だと思ってる。は？待てよ。確かにあいつに裏の顔があることは分かった。でもだからといって今回みたいな暴力事件を起こすようなやつじゃねえんだよ凌は。そうだよ。あいつはそんな一線越えたりしねえよ。俺らはあいつのこと誰よりも知ってんだよ。信じたい気持ちはわかるが、俺たちはあいつが逮捕された日見ちまったんだよ。見てるって何を。血まみれのあいつだよ。どうしたんですか、その血。どけ。くそ。くそ。なんでこんなことに。何か事件にでも巻き込まれたんですか。俺はもう終わりなんだよ。くそ。けっ。それじゃあもうあいつがやったとしか。それじゃあ亮君に聞いてみましょう。聞くってどうやって。明日から亮君と面会できるはずですが、直接聞きに行くんですよ。店長の最初の合図で黒幕が落ちるようになってます。そうか、ありがとう。俺の夢を叶えさせてくれて。いいんです、俺たちも店長の曲聴けるの楽しみにしてます。ありがとう。行ってくる。普段はお腹いてこんなことはできないけど、今日は店のことを忘れて俺の歌を楽しんでいってほしい。それじゃ行くぞ、盛り上がって行くぞ。歌ってみる。オーナー、お疲れ様です。今、少し話いいですか。ああ、なんだ。オーナー、明日って出張の予定でしたよね。そうだけど、だがどうして。実は、店長が大事な話があるらしいんです。出張よりもっともっと大事な話らしいんで、明日、店に来てほしいそうです。そんな大事な話か。よし、わかった。
歌えよ。ギブアイマジ降りろ。改めて歌え。ギブアイエンダーク一人では解けない愛のパズルを抱いて Do I end up この world today。 うるせえ。歌えよ。Get out and run 一人では解けない愛のパズルを抱いて。うるせえ。てかよ、今日はあつたお母さんはいねえのか。母さんは先月この家を出て行きました。あ、なんかあったのか。ええ、とんでもない事件がありました。俺たちは毎朝の運動の後に必ず母親が作ったプロテインを飲んでいたんです。母親の作るプロテインは格別に美味しくて、それは愛情だと思っていました。しかしその日、僕らはとんでもないものを見てしまった。母親はプロテインにココアパウダーを入れていたんです。それからすぐに家族会議が開かれました。母親は少しでも美味しく飲んでほしかったと、少しなら大丈夫かと思ったと言いました。しかし当然そんなことで許せるはずもなく、俺たちは母親に家を出ていくように命じたのです。だから母さんは自業自得なんですよ。ああ、今でも思い出すと腹が立つよ。筋肉への愛が足りないんだよ。母さんは頭を冷やすべきだ。ココアパウダー入れるなんて信じられねえよな。あの人は間違ってますよ。ああ、そうだよな、人間失格だよな。はい。お母さん、あなたは間違ってない。ちょっとこの家ヤバくないですか。ああ、筋肉が大事なのはいいけどよ、ちょっと度が過ぎてるよな。おう、リョウ、腹痛いの治ったか。いや、それが。あ、さ、トイレ借りていいか。ああ、そこ奥にあるから自由に使ってくれ。おい、あつだ、トイレのこの便座、なんだよ。うちの家の人間は、トイレをするとき空気椅子でしてんだよ。はぁ、あ。間違っても便座にケツをつけないように、画鋲を設置してるんで。そんなことまで、する必要あるのか。人間は、弱い生き物だからね。すぐに怠けようとするんだ。環境を作ることでしか変われないんだよ。俺、やっぱトイレ大丈夫ってことがあって、トイレには行けなかったんです。何ですかそれ。いよいよ本格的に怖くなってきた。この家もう出ましょうよ。